梅さんお願いします。はい、お願いします。私は、まあ、天気とお城の不思議な関係っていうことなんですけれど、まず江戸城で言いますと、江戸城の天守台あります。はいはい、はい、あの4つ目の天守は建てられなかった、天守台だけが作られた石垣、あの石垣に天守は建てられなかったんですが、実は明治になってから気象台の風速計が建てられていたことがありまして。そんなことあったんすか。そうなんですよ。で、その時の資料が少し、そのまま風速計を置くに至った時の資料が少し残っているんですけれど、その底にですね、少しお待ちください。確かに高いとこですからね。風速測るにはいいですよね。よかったみたいです。しかもそこにこう無用のものを有用にのような記載が残っていたらしくて、当時の江戸城っていうのはもう使われない場所で、特に天守台のあたりは使われていなかったっていうこともあって、そこに測候所が置かれて、へえ、あの暴風警報が発表されたのはその天守台の上で風が測られた時だった。へえ、実は天気と城というのはそういうところでもすごくつながりが、親和性が高いものです。明治ですね。明治ですね、はい、明治19年ですね。早い時期ですね。いや、15年からですね。15年。ああ、15年から。はい、へえ。そうです。そう。実はあそこで、はい、気象観測測候所で風を測っていた。へえ。天守が、天守台がみんなの役に立ったんですね。すごいですね、それは。ね、まさか、あの天守台担当した前田家もそんなことに使われるとは思ってなかったですよね。ちょっとそれもちょっと事情聞こうかっていう話ですよね。どういうことですか、それ呼び出してここですかって。へえ、いや知りませんでした。私があの今回本を書かせていただいたのが、やっぱりこう城ずっと好きで巡っていて、まあ、例えば会津若松城は白い壁に赤い屋根が美しいな、はい、でなんかまあやっぱり美とか、あとは守りの硬さとかでお城を楽しんでたんですけれど、気象予報士になってから外にずっとあるものだから絶対天気が関係しているよなって思うようになって、でそこから例えば会津若松城の赤い屋根だったり、あとあの現存十二天守の青森県の弘前城の緑色の屋根だったり、寒い地域には綺麗な色の屋根が多いなっていうのを考え始めたところ、今あの表示されていますが、この会津若松城の瓦っていうのはやっぱりあの基本的にお城の材料で西で生まれているので、黒い瓦だと冬の寒さで割れてしまう、で弘前城では雨漏りがあったみたいなことも残されているそうなんですが、そこで会津若松城では釉薬の中に鉄分を入れて、金属なら水を通さないから染み割れることもないだろうということで焼いた結果、酸化と同じことですよね、高温で焼かれて、まあ、鉄錆のように赤色になる、それが今のこの美しい城の元になったっていうのを知った時にはとっても感動して、こうなんか城っていうのの見方を少し変えるとまた違う楽しみがあるんだっていうことが、この本の執筆の一つのきっかけに、はい、なりました。会津若松城は本当に綺麗ですね。本当綺麗ですよね。あの赤いから蘇って本当良かったですよね。そうですよね。あれも面白いなって思ったのが、もともとその、復元される前の元の会津若松城も黒い瓦だったところから赤い瓦に吹き替えられていて、復元された会津若松城も最初黒い瓦だったのが赤い瓦に吹き替えられたという、偶然にも同じ流れをたどっているんだなっていうのが面白かったですね。いやねえ、だからあの歴史的な姿が蘇ったっていうのは、その単に赤色に戻ったってだけじゃなくて、まさにその会津のこう風土気候に合わせてそれで工夫した、そのなんていうのか、昔の人の知恵がね、今教えていただきましたけど、蘇ったわけですね。うん、まさにそうですよね。あのこう赤瓦だからこその面白い逸話というか、例えば飯盛山から白虎隊、会津若松で白虎隊が飯盛山からお城を見たときに、お城の瓦の赤を炎と思って、自分たちの城が落城したと思って自害したっていう、なんかもう諸説ある中の一つにあるそうなんですよ。
で、実際にこれ行ってみた、私が飯盛山から見た写真なんですけれど、真ん中のあたりにちょっとポールが立っていますよね、はい、ポールがね、はい、誰がポール立てた人これその先に会津若松城があるんですよ、はいはい、でそうすると、まあ、私の目には赤にはさ見えないかなと思っていて、なんかこう、まあ、諸説ある中の一つが城下の火事をお城が燃えていると勘違いした、うん、なんかまあいろいろあるんですけれど、なんかそんな当時どんな風に見えていたかなっていうのを今も体感できるのも楽しいなというふうに思いました、ね、うん、ね、やっぱりあの当時どんな風に見えたのかっていうのもすごく大事ですよね、うん、であのやっぱりどんな風に見えたかということと、あのお城からどこまで見えたかっていうことなんかも、あのお城の持っているこの意味とかそういった役割って考えるときにすごくあの理解する手がかりになりますよね。やっぱりあの現地に行って楽しめる、ね、こういうのはね本当そうですよね。そうですね、会津若松は美味しいものも多いですしね。そうなんです。あのわっぱ飯、ご飯の上に、はい、いろいろ具材が乗っている入っているお酒もね、いやそうですよね、美味しい、美味しいですね、あのあるんで、ね、巡るのも楽しいですし ね、 ね、温泉なんかもあったりとかいろいろいいとこです ね、うん、なんか行っちゃいたくなりました。私一度桜の時期に行ったことがあって、もうその時は圧巻の美しさで、はい、で会津若松ですと桜の時期にまだ雪が降ったりするので、ちょうど行った日、うん、雪と桜が同時に、ああ、なんかったですけど美しかったです。いや、それは良かったですね。お城を巡って、なんか天気の視点を得てお城を巡ってからは、ええ、結構いろいろな気づきが出てきまして、はい、鹿児島城の五郎門に復元された、ね、すごい20メートルぐらい、ね、ある日本最大級の五郎門見に行った時に、格子状の模様があって、ナマコ壁だこれは、ね、で千田先生も先日行かれた柴田城ですとか、はいはい、なんかこうナマコ壁といえば、まあ、新潟だったり、まあ、北陸のイメージがあったんです。金沢城なんかね、そうなってますもんね。美しいナマコ壁がありますよね、さてなんで鹿児島にナマコ壁がと、うんうん、なかなか雪が降らないところですし、そうとなった時に、もしかしたら鹿児島県は日本で一番台風の上陸数が多い場所だから、うん、台風対策なのかなですとか、あとあの先ほどの山城の話のところでも出てきましたけど、結構もう埋め立てが進んで、当時とは見られる景色が違いますけど、相当海に近かったみたいで、ちょっと多分潮風も吹いていて、そういった対策でナマコ壁にして壁が崩れないようにしたんじゃないかなっていう、まあ見方ですとか、そう天気の視点を得てからですね、ちょっとこう今までの攻める攻められると、以外の面白さが浮かんでくるようになりました、うん、ね、資料を見てますと、やっぱりお城の、維持管理っていうのはもう本当に戦国時代から大変で、まあ、江戸時代になるとだんだんね、幕末になると建物ねどうしようかっていうのが増えていくんですけれども、やっぱり当時の人もどういうふうにその、まあ、その雨や台風ですよね、それに強い建物にするかお城にするかっていうのは、これは本当に当然考えていたところだと思いますよ、うん、そうするとやっぱり今まで城主の権威を示すためにとかね、そんな風に説明しがちでしたけれども、やっぱりそういう気候天候とお城っていう新しい視点で見ていくと、あ、だからこここうしてるんだっていうのが、まあ、見えてくるように思いますね。もう幕末の江戸城の写真とか見ると壁とかボロボロですもんね。ひどいことになってますよね。これは幕府の権威が落ちてるなってよくわかりますよ、あれだけ見てみても。ねえ、これはこれ、ね、これダメだって思いますよね、あれ見たら。でだからそう思わせないためには、なるべくね、こう雨がバーって来ても台風来ても大丈夫っていうのにしとかないと、うんうん、あっちょ悪いですもんね。ねえ、だって翔太師匠のね後ろの襖も全然ビリーとかなってないですもん ね、大丈夫そうですね。やっぱり春風亭昇太の権威を示すために権威を示してますよ。破れたようなものは見せられないんで。
城の移り変わりっていうのも面白いですね。戦いに備えた城からだんだんまあ権威の象徴になっていくっていう変化を感じられますね。ね、本当そうですよね。それね、お城好きとしてはすごい守りの強いお城が、まあ、いいなって思ったりはもちろんするんですけれど、やっぱり時代ごとに役割が変わっていってっていうので、そういったお城の変化自身もやっぱりまあすごく意味があるので、ね、それはそれで大事だなというふうにいつも思います、ね、先ほどの五郎門なんか本当にあれだけで島津の変異バーンって感じるすごいもんですよね。天守がなくてもっていう、天守の代わりになるくらいの迫力ですね。すごい迫力、あとなんか天気とお城で感じられるなんか、はい、おすすめのお城ありますか？高知城、はい、まあ、本当日本で唯一本丸の建物も全部現存しているっていう、ただあそこって大雨が、はい、多発するような地域で、なんでこんなに守っていけたんだろうと思った時に、石取りの大きさと数が半端じゃないですよね、あ、すごい石からガンガン出てますもんあの石取りってあれですよね、あの排水溝につながってそこから水じゃって出すとこですよね。いや、立派すぎますよね。ね、これ飛び込み台じゃないんですよね、これね本当人が乗れそうな大きさと丈夫さですね。ねえ、飛び込み台クラスですよ、これ本当に。これね、こんな、はい、まあ雨対策でこういうのを作って。そうかそうか、やっぱりこれも雨ですか。雨を排水するためではないかなというふうに思います。はい、高知はやっぱり雨多いんですか？あ、そうですね、全国有数の大雨の地帯で、あら、はい、まあ、その分雨に強いっていう側面もあると思うんですけど、防災意識というか大雨の備えもできているので、ただやっぱりこう石垣が水に押されてはらんで膨らんでこないようにですとか、あと壁も雨や風の影響を受けやすいので、土佐漆喰っていう地元の漆喰を使っていて、そういったものは糊を使っていないので水、雨に強い。しかも漆喰の元になる石灰石が、うん、高知っていうのは日本有数の産出地らしくて。そうでしたか。なんでこうね、地産地消といいますか、地元でできるものから工夫して強い素材を作っていったんだなっていうのを感じますね。あ、これね、これ本丸のところを、あ、横、これ二の丸側から見てるところですね。これね、この青い看板がね、はい、これすごい素敵な看板なんですよね。久保井さん、これ注目されました、はい、この青い看板。注目してなかったです。マジっすか。それは見どころ見落とされましたよね、師匠。あれ、もしかして、もしかして、はい、師匠、はい、僕、高知城周辺に僕の名前とか写真とかペタペタ貼ってやるんですよ。ああ、ちょっとこの今度行ったらここはしっかりと写真撮ってきます。はい、はい、隣にあります。お名前やサインは高知城以外でもよく見かけますよ。隣にあるね、高知城の博物館の高知城を紹介するビデオが流れてるんですが、はい、この声とか担当させていただいてるので、はいはい、ちょっとこの看板いつも行くと思うんですけど、ちょっとこれ写真撮ると必ずこうなるんですよね。そうですね、この位置ちょっと考えてほしいですね。位置ね、ちょっともうちょっと右か左、まあ、どっちでもあれなんですけど、ここ、はい、ここ、まあいいや、はい、ごめんなさい、ね、高知城この感じですよね。高知城、そうですね、高知城といえばこので、よく見ると少しこう漆喰が塗りたての時とか塗り直しした時に若干黄色っぽくて、それが漆喰の藁の色なんですよね。そうなんですか。こう時間が経つと白っぽく変化していくっていうことで、高知県の街歩いていると今もお家、一般のお家や壁などに土漆喰が使われていて、塗りたてのところがあると少し色が違うので、なんかこうそういった今も使われている技術になっているみたいですね。そっか。高知城のね、先ほど写った写真の手前に
あのアイス屋さんがあるんですよね、うん、そこでアイスを食べながらあの天守を眺めるのが大好きなんです。あ、いいですね。それ賛成です。すっごい幸せですよね。わかります。こうお城ってソフトクリーム売ってるところ多いですよね。多いね。ご当地のソフトクリームがあったりとか。これでも今翔太師匠、久保井先生の授業聞いてました？え、久保井先生の授業聞いてました？あの漆喰が藁入ってるから最初はちょっと黄色く見えるよって話の受けで、はい、あそこでアイスクリームがうまいってどういう話の脈絡になってるんですかこれ。ちょっとアイスクリームがちょっと頭の中に強くこう入ってしまって今日は暑いですから。今度アイスクリーム食べながら漆喰のことを考えながら食べてください。わかりました。これからそうします。なぜ茶色いのか考えながら。アイスクリーム美味しいなだけじゃなくてですね、あちょっと黄色っぽいかなとかこんなの味かなとか思いながら。ちょっとわら混ぜときましたみたいな。食べづらいです、そんなアイス。そうか、でもあれですね、高知城のその漆喰一つにとってもやっぱりその気候とか、うん、そういうこととの無関係ではなくて、ただ白いではないですね。そうですね。だからこそ現存できたのかななんていうふうに思いを馳せると、もうありがとう。なるほど、なるほど。あとあの本当これまではできれば晴れてなんか気温23度ぐらいの日に行きたかったんですけど、後ろにはでも高知城の石鳥から水が流れるのは雨の日ですし、うん、なんかね、こういろんな日にお城を巡りたくなりますね。あ、やっぱりこう地域や、確かにね、その地域独特の天気気候っていうのはね、当然築城するときに影響しますよね。ますね。で、まあ、それによってまあ個性豊かなお城が作られるっていうことでもあるんでしょうね、うん、そうですね。だからちょっとこれからお城をこう巡るときにあれですね、あの守りの強さも実感しながらこう、うん、城攻め気分で歩くも大事ですし、雨とか風とかこれ、ね、どうしてたんだろうっていうのを考えながらっていうのも、これまた新しいお城のこう、あ、だからこうなってんだ、発見する、すごい大きな、これ大事なことですね、うん、楽しみ方が増えるときっと今まで以上にお城を深く理解できるかなと思います、何よりあれですよね、雨の日お城行って、あ、雨かってね、どうしても思いがちですけど、雨だから嬉しいって言ってこう歩ける、ね、自分を発見できそうな気がします。プラス思考になれる、はい、そうするともう365日いつ行っても正解の日になる。そうですね。どんな天候でも怖くなくなりますね。はい、なんかこう、お前が雨男かとか言う必要もなくなって、そうですよね。台風直撃だ、どうしようとか、行くぜっていう話になるわけです。安全だけは配慮していただいて。あ、そうですね、ちょっと危ない時はちょっと気をつけて、はい。例えば、はい、あの太田金山ってあるじゃないですか、群馬。あります。はい、まあ、関東では珍しく石垣。石垣のお城。はい、僕あそこ行くたびにね、これやっぱり下の石垣って雨対策なんじゃないかなと思ってる。あの上に池が2つぐらい大きい池があって、はい、あれってやっぱあそこすごく水が出るところなんですよね。で、あの池はちょっとダム代わりにして水を溜めておいて、でも雨とか降ったら山城だからツルツルに滑っちゃうんじゃないかな。あ、確かにその意味のこう本当立派なあの石敷きっていうんですかね、敷石。そうそう、わざわざね下まで石敷いてますもんね、うん、敷いてるのはそういう水関係の、はい、雨降った時やその水が出た時の時に、あの関東ローム層だからツルツルに滑るから、もう動けなくなっちゃうじゃないですか。上辺も動けないですね。はい。あの上に池があるっていうのを、そっか、大高山を見た時に、あ、なんでここだけ石で引いてあるのか、石敷きなのかっていうのは、それはね、東海道を歩いた番組でちょっと歩いたんですよ、僕。ええ。履いて。その時に東海道もやっぱりね、ちょっとねジメジメしたところはね石敷きなんですよね。ああ、あれってやっぱ雨対策、水対策だったんじゃないかな。
ありそうですね。金山城って岩山だから水はけ悪そうですもんね。うん、うん、あの岡山県の木野城、木野城ですね、はい、なんか昔大和朝廷の時に作られたあのお城も石をしっかり敷いていて、であれはどうやらお城が崩れるのを防ぐためっていうふうに言われているので、関係、そんな昔から対策していたってことは関係ありそうですよね。うん、うん、ありそう、ありそう、うん、面白い、そういうのがたまらないです。天気とお城ってね、やっぱり面白いですね、この視点もね。面白いですね。あの金山城でいうと、あの大手小口のあたりに行くと立派な石段があって、ね、でそこの脇には水路がしっかりと排水溝って、ね、ここね、排水溝ですありますよ ね、 ね、そこから水が伝わって日野池に多分流れ込んでいるんですかね、あれは。本当巧みな、しっかりと作っているなっていう雨対策、雨利用がバッチリだなと思いました。水対策してる、してますね、うんうん。さあ、ということで山城には縄張りを見て訪れてほしいとのことでしたが、どこで縄張り図を入手するのがベストでしょうか。あ、なるほど。